部数用中がなびら、皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。舞台の公演に向けてお稽古をしているとうーんとお腹が空きます。そんな時に嬉しいのが差し入れだったり、それからですね、琉球芸能の実演家って結構お料理上手な方が多くて、まかないご飯を作ってくれたりすることがあります。今携わっている舞台の振付家がですね、実際に、料理のお店を出したこともあるというぐらい大変な料理上手で、いつも稽古場に行くと美味しいご飯が目当てでお稽古に来るというメンバーもいるほどです。でもメンバーはですね、踊ったり歌ったりしてますのでカロリー消費しますよね。でも演出家の私は喋ってるだけですので、みんなと同じ量のご飯を食べているのがちょっと心配な秋でございます。ザ沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は那覇市長の城間美希子さんと沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。城間さんは1951年伊是名村生まれ。那覇市立松川小学校、真和市中学校、那覇高校を経て宮城教育大学へ進学、本土での教員生活を経て沖縄に戻り、2009年まで36年間学校教員を務めます。その間に香港の日本人学校の校長も務められました。亡くなられた翁長知事とは高校の同級生とのことです。その後は那覇市教育長を経て2014年から那覇市副市長、そして同年の市長選において那覇市長に初当選されます。現在は2期目をお務めです。今回はプライベートなお話から那覇市政までじっくり伺っています。それではどうぞ。今日は那覇市役所城間美希子市長を訪ねてきて、今日はありがとうございます。ありがとうございます。こちら久しぶりに女性にインタビューするというのを大変嬉しく思いますし、緊張もするんです、はい、やっぱりね、男たちはねどうにでもなるんだけども手強い女性は。そうですか、ね、そして、いろいろと今日はですね、城間さんを全て解放すると、城間美希子に迫るという時間にしたいと思ってます。で、私が持ってるサブタイトルは羅針盤、城間さんの発言は僕は沖縄の羅針盤と那覇の羅針盤だと思っていまして、そんな時間ができたらなと思っているんです。ありがとうございます。教育者の時期を三十数年過ごされて、行政政治の道に入られて、はい、もうこの道というかすっかり馴染んだというふうに、どういう思いでしょう。いや、馴染んだというよりもその教員の生活、自分の人生の中での教員の生活の延長だというふうに思っているので、変わったっていう感触はないんです、私自身の中で。ただ自分の身を置いた場所が変わったということで、私自身がの真ん中の部分が心が変わったということではなく、環境が変わったと思うようにしているんです。それはその教育者時代の心というものを少しお話しください。30年過ごされたあの時期を、はい、私自身が生きていく中で子どもたちに教えられた、保護者の皆さんから、教えていただいた、まさに教育の教で共に生きる、育つという言葉がありますけど、でそのように私、やり取りの中で子どもたちとの関わりの中で、親御さんとの関わりの中で、特に親御さんたちとの関わりの中で自分の子育ての追体験をさせてもらっていると思ったり、子どもたちから教わったというのは我が子に対する、それをさっき追体験をさせてもらっているということで、そんなに、真となるものっていう、確固たるものではないんですけど、逆に今振り返って
政治の世界に身を置いてもどうして私がこのように、やっていけるのかなと、十分ではもちろんないにしても楽しいと思ってやっていけるのかなと思ったのは、やはり人を相手にしてるというその基本的なところが教育の場面とは変わらないと、で私自身がそこに行くんじゃなくて私自身のところにこうそれを持ってくるっていう感覚なんですよね。持ってくる、それはそのご自身が導かれているんでしょうかね。そうでしょうね。自分導いてるのかどう表現したらいいか分からない、本当に最近それを自分で振り返って人生振り返って思ってる考えてることなんですよ。何だろうと思ったらやはりその方法が変わる、いる場所が違うというだけで自分からの発信そこに取りに行くというこの行動は変わらないなというふうに思ってます。遠くから市長を見ていて時代伊是名で生まれて、はいはい、何年過ごされたんです？私の2つ上の姉は、那覇で生まれてるんです、うん、で私は伊是名で生まれて、これを話すとかなりまた30分ぐらいかかるので、うんうん、省略をして、そうだね、うちの姉のもう一人の姉がいて、その姉が伊是名のおばあちゃんのところに預けてたのが病気になって、うん、でもう危ないよっていうことで父と母は私の身をもお腹に入っている状態で伊是名に行って残念ながら亡くなって、そこで私が生まれたと。それで私の名前は木の幹の幹と書くんですが、今度生まれてきたこの子は木の幹のように丈夫に育つようにと父が命名してくれたそうです。丈夫ですね。丈夫です、うん、根張ってます。やっぱり伊是名というあの土地は特別な空間ですから、うん、らしいですね。実は今日のインタビューの前に何人か、はい、城間さんをあの時代の城間さんを知ってるという人にも話を聞きましたよ。まあ父上は、技術者でいらっしゃった。建築士でした。建築士、はい、それからおじさん書家もおられますね。その父の弟です。どういう血筋でいらっしゃるのかなというのは、うん、これみんな興味あるんですよ。汗が出てきました。いやここに那覇市長という職をね、うん、こう預かるにあたって どういう生い立ちで今公表されているのは教育者になられて、それこそ仙台で学ばれた、はい、つまり伊是名で生まれて那覇で出てきて、そして大和社会に行って、うん、向こうでも教育者なさって、うん、そして帰ってこられて、でまあ、学校の教育場におられて、で香港に校長にも行かれて、うん、帰ってくる。これどういうリーダーでいらっしゃるのか。ね、本当に母にはうまくと言われてます、うん、学生時代は仙台で過ごされる、はい、仙台です。で書かれておられますけど苦労したんだと。苦学だった。苦学でした。お嬢様じゃなかったんですね、うん、で違います。そう高校2年までは大丈夫でした、うん、大丈夫というか父が建築士をして仕事をして、建築士としてまあ、会社名を言っていいのかどうかあれですけど、うん、でそこで、若くして亡くなったんです。数え42で、うんうん、私が高校2年の3年に上がる3月でした、うん、に亡くなって、まあ、それからもう借金でお家もそこ建ててましたので母が苦労しましたね。そうですか、うん、そうすると大学時代はアルバイトもしながら。もちろんです。もう留大も受かり、その、うん、本土に行けるチャンスもいただいて、でどちらを選ぶかって、私はもう無理は言いませんでした。で母がどうすると聞いたんで、あちらに行きたいと言ったら、母は後で聞いたら親族中にどうしたらいいかっていうことを相談して回ったらしいんですね。である時も春休み入ってますから、ミキ行かせてあげるからねと言ったこの一言がで飛び出しました、うん、でもそれが今にとって人生の財産ですね。外の世界を見るという、うん、ちょうど復帰2年前でした。大学2年の時に復帰でしたんで、パスポートを持って行きました。鹿児島本線のずっと特急で。まだその時代ですか。はい。仙台は遠い、森の都は遠いですね。東京からまた先があるんですもんね。その時はね、新幹線ないわけだから、はい、
その時はもう地の果てに来たと思いました。卒業なさってすぐ沖縄には帰られてないんですよね。はい、千葉市川。この時代、これは帰るという気持ちではなかったんですね。はい、埼玉と千葉と神奈川受けました。それもいい人生の中での時間を過ごしておられるんだなと思うんですが。おっしゃる通りです。どんな記憶が残ってます。まず一つ子供何ですか、生徒に関わることで覚えているのが、国語ですから朗読をしてもらいますよね。中学1年生の木村晴美って今でも覚えてるんですけど、パッと手を挙げてこう朗読するんですよ。その時のこの標準語の美しさ、この子から学びました。もう今でも耳に残ったあのシーンはふわっとこう湧き出てきますね。その思い出と、キャベツ畑を自転車を漕ぎながら家庭訪問したところこととか、その教員生活を本土で始められる、で沖縄に帰るということのきっかけになったのは、これはどういうことでいらっしゃる、やはり、ホームシックですかね、戻りたいと思ったんでしょうね。いいですね、正直な話。ここね、どう正直に話していただくか僕の役割でしてね。これはね、極めてプライベートな話になるので、はいはい、あんまり公言はしたくないところなんです。あまり伝わってないですよね、はい、でも帰りたい気持ちになったんですね。なったんです。ここまで見ましょう。で沖縄に帰ってこられて、先生を務められる、はい、沖縄の子たち、その時代はどうだったでしょう。はい、大変でした。具体的な学校名は申し上げませんけれど、本当に荒れた。まず補充教員ですか、補充教員から始めたんですけど、本当にいろいろな事件が毎日ありました。そういう時代でしたね、しばらくは。80年代です、70年代ですかね。ですね、はいはい、そうですか。その学校長を務められるという、管理職の時代のこと、はいはい、これで、まあ、いろんな経験が積まれたんだろうと思うんですけど、ここに至る、どういう考えで学校運営をなさってたという話ができますか。はい、まあ、学校運営も、今にも至るんですけど、基本は、私は教員にとっての基本は学級経営だと思ってるんですね。つまり人組みをすると、この子とこの子を組み合わせて力を発揮させると。でそれが教員、教務主任になった時もこの先生とこの先生と視点が変わっただけで、私の基本的な部分は変わらないっていうのはそこになるんです。で校長になっても学校経営、学級経営が学校経営になったのであって、リードしていくという意味では、だんだん自分の中でスパイラルにステージをアップしていってるけれども、基本的な部分は変わってないと。人と人をどのようにそれぞれ生かしていくかという、この基本的なことは、心がけて学校経営しました。学校長を何校も務められて、はい、それこそ香港でも学校長を務められて、はい、3校ですね、教育者として、この職業人生は終わろうとなさっておられたのに、はい、高校の同級生の尾長武さんに言われて、はいはい、この道に一歩入り始めたと、はい、その時の決心のところを、香港から帰ってきた時に、その時に市長、それまで、那覇市民として彼が、はい、那覇市議に出ている市長になったとかっていうのは聞いてはいたんですけど、もちろん応援をする気持ちでいたんですけど、香港から帰ってきた時に、まずおめでとうよということで、市長になられた尾長さんに面会を申し出て、今のここで、5分か10分ぐらい時間を取っていただいて挨拶に来たんですね。帰りましたと言って、で それはもうそれで終わったんですけど、で城北中学校最後のこの計画の3年ですよ。城北中学校終わった時に、2月頃ですね、電話がかかってきて、直接ではないですよ、秘書さんを通して電話があって、はい変わりましたと言ったら、那覇市教育委員会に来いと、言葉細かい言葉を省略しますけど、でいえ私はまだ1年なので、
地域の方に、石見中学校で教頭をしたもんで、そして城北中で校長し、地域が石見で一つなんですね。だから地域の方に怒られますと、1年で放り投げていくのかと言って、怒られ叱られますって言ったら、叱られなさいはははと笑ったんですよ。あの声まだ今でも耳に残ってる。あ、これでそうかってストンと落ちたんですよ。わかりましたって言いました。叱られなさいですか、はい、地域の人に叱られます、1年で放り投げるのかっていうことでって話したら、あ、叱られなさいはははと。この叱られなさいというのは どういう言葉 の意味を持ったんでしょうね。どういう言葉だったんでしょうね、まあ、その後にわははがあったんで、うん、まあもっと大きなところで叱られなさいという意味なのかな。そういうことなんですか今や確認のしようがないんですが、うんうん、でも私はストンと落ちました。そこで決心なさって、はい、スタートなさった。叱られなさいはははその真意を聞いてみたいような気がしますけれどもね、はい、島田さんはですね、こんなことを言ってます。実は白間市長はですね、まだお付き合いはしていませんが、カラオケとカチャーシー最上級者ということで、今度ご一緒してみたいなということなんですけれども、お話の続きまた来週お届けしたいと思います。今週のコーラルラウンジは那覇市長の白間美希子さんと、沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は映画の上映会のお知らせですよ。映画片ぶい沖縄に生きる、一人でも多くの方に見ていただきたい沖縄のちむぐくるがぎゅっと詰まったドキュメンタリー映画となっております。今回はですね、映画の舞台にもなっている栄町市場を中にあります、姫ゆりピースホールという、場所でお届けするということになっております。10月の26日、2時半の会場、3時開始となっております。料金はですね、大人の方シニア一律の1000円、中学生以下は600円、そして、未就学児の方は無料となっています。上映言語は日本語とフランス語で、日本語の字幕もついての上映となっております。姫よりピースホール、栄町市場の中にあるんですけれども、映画の中にはその栄町市場も登場いたします。映画の、ね、鑑賞後に会場から出ると、そこは映画の中にも出てきた栄町市場ということで、ちょっとね、スクリーンの向こうで見た景色が目の前に広がるという不思議な体験をすることができると思います。今回はですね、栄町市場の屋台祭りと同じ日に、上映日が設定されておりますので、ぜひお楽しみをいただきたいと思っております。スクリーンの中に登場します亀さんとか、栄町市場のオバーラッパーズの亀さんですとか、マルチーズロックの森戸さんにもしかしたら会えるかもしれません。スペイン系スイス生まれで、現在は沖縄在住という監督ダニエル・ロペスさんが切り取った沖縄の日常、うちなんちのくくるに触れることができる貴重な映画だと思います。ぜひご覧ください。10月の26日、3時から栄町市場の中にあります姫ゆりピースホールで片ぶい沖縄に生きる上映会が行われます。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか、1週間の振り返り聴取も可能です。沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信しています。こちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます。また沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか、私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますので、お時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。
ステーション、ラジオ沖縄。